はい、どうも、村屋です。本日も食べ歩きに来ております。本日はね、新神戸方面に向かって歩いて行っております。それでは行ってまいります。今回はこちらのお店に行ってみたいと思います。おばんざいとかす汁ランチ、美味しそう。お店の雰囲気もいい感じ。まずは冷え切った体を温めるためにあったかいお茶をいただきました。はあ、落ち着きます。おばんざいランチ到着しました。とっても美味しそうです。まずは肉じゃがから食べてみます。じゃがいもが大好きなんでね、なんかまず頼んでしまうかなと。とっても美味しかったです。玉ねぎもね、すっごい甘みがあって美味しかったですよ。ご飯にもむっちゃ合います。美味しい。お味噌汁もね、具沢山でもうほっこりしますね。美味しい味でした。このたけのこもね、味が染みててね、とっても美味しかったですよ。もうご飯がね進みます。食べ過ぎちゃいます。まあ、このね、あの昆布との炒め物なんですけども、とってもね、あの美味しかったです。大好きな味でしたね。オムレツ、中にね玉ねぎとか入ってて具沢山でね、美味しかったですよ。卵やっぱり大好きですね。お漬物とご飯と味噌汁、もう本当にこれだけでもいいんだけど、それ以外のねおばんざいもあったらとっても嬉しいですね。きんぴらごぼう、これもね家でよく作るんですけど、美味しいですよね。安心できる味。美味しい。漬物も美味しいしと、ご飯に最高。本当に体のこと考えてね、あの食べるととってもいい感じのね、あのランチになります。かす汁も食べたかったな。きっとそっちも美味しいだろうなと。もうご飯が進みます。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ナユナさんどうでしたでしょうか。とってもね、今回ねおばんざいの定食頼んだんですけども、まあ、かす汁もすごい心惹かれて食べたかったんですけど、ちょっと両方食べるとね、あの食べ過ぎだなと思って、今回はおばんざい、次はまたかす汁も頼んでみようかなと思ってみました。まあ、今回ね、お昼の定食できたんですけども、夜になれば本当にあのおでんとかいろんなおばんざいとかお酒も楽しみますんで、また来たいと思います。場所の方も、新神戸駅からもう本当に数分のところにありますんで、お近く来たら来ていただけたらなと思います。それではまた次回の動画よろしくお願いします。